宮原義則は、地方競馬の兵庫県競馬組合、その田競馬場、渡辺幸男級者所属の元騎手である。勝負服の柄は銅緑、黒出すき、袖白、黒一本輪。大阪府出身。血液型は A 型。利き手は左。出身学校は、大阪明星学園。身長は160センチメートル。体重は51キログラム。 地方競馬共用センター機種家庭第83期生2004年地方競馬共用センターの第83期機種家庭候補生となる2006年3月21日に行われた2005年度第4回機種免許試験に合格し3月31日付で機種免許を取得しデビュー同年5月2日にその競馬場で ゴールデンベリルに帰場し初帰場。同年10月9日に、その打け馬場でベニノーエルダムに帰場して優勝し、初勝利を挙げた。2007年1月5日に行われた、ヤングジョッキーズステージラウンドにでは、ナムラハヤテオンに帰場し、勝利を挙げた。2007年4月30日に、期間限定帰場機種制度を利用し、 高知県競馬組合で起場することが発表された。期間は5月1日から10月31日まで、所属は、西賀正光旧社となった。10月29日には、翌年4月30日まで起場を延長することが発表された。しかし、12月6日付で、自己都合により騎手を引退することが発表された。騎手成績は、 地方競馬通算113戦5勝。ありがとうございます。